ああ、食欲がなるの、あるの、本当にね。いいとこかし、私が父の言葉を聞きたいです。なんてお願いしてた非常に長い文句を延々と言われたそうです。本当ですか。でもそれだけ愛されてるってことですよ、お父さん、そばでね。今日母親が23日目です。ああ、本当ですか。お母さんもうすぐそばにいますよ。お母さん、33日、そっちで何日って聞いてみたら、え、そんなに経ったの私。まだそんなに経ってないよ。なんて昨日、おととい帰ってきたような気がするんだけどな、なんて感じですね。だと思いますよ。はい。チャクラがよくわかんないですけどね、僕はチャクラがよくわかんないので、八木先生に、いや、パパのチャクラはこれなんだよねって言われても、そもそもチャクラがなんだかわかってないから、あ、そうですかとしか言いようがないんですけど、なんかこう、違う言い方で日本語で表現してくださると、私の場合、バカでもわかるんじゃないかなっていうふうに思ってます。サンスクリット語で円、円盤、車輪が開いてるっていう、もうますますよくわかんないです、僕の場合。そうなってくると、ますますよくわからなくなってまいります。チャクラって第三の目みたいなものじゃないですかね。違うのかな？チャクラ、第三の目開いてるよね。ね、もうわかったよね。三角に目があるでしょ？これがチャクラなんだよ。ってね、イルミナスチャクラ。信じるか信じないかはあなた次第ですっていう、こういうことなのかもしれないですね。さん、僕は二十歳ですが、一年前に、抗がん剤治療を しました。パパさんにも、ああ、ほんと頑張ったんだね、鶴屋さんね。あの、ついえの池江璃花子さんと一緒か。いやい、頑張った、本当に頑張った、頑張ってください。もうせっかくね、持ち直した命なんだからね、二十歳でしょ今、二十歳でしょ、あと100年は使いますよ。頑張りましょうね。本当ですね。さあ、パパさん、こんばんは。教えてください。亡くなられた本人は、つけられた戒名を分かっているんですか？両親にお線香をあげると、戒名とお父さん、お母さんと両方言いながら、ただ、ご戒名をお呼びになった方がいいっていう宗派さんでしたら、ご戒名でお呼びになった方がいいと思うんですけど、うちは実名で、生きてる時にちゃんと持ってた名前でお呼びしてますし、戒名をつけてないですよ。ハンドルネームだと思ってますからね。戒名っていうのは、そこの、なんて言ったらいいの、宗派グループに入るためのハンドルネームですよ。僕だって戒名はなんかシークエンス、パパ友なんていうふうに言われちゃってるわけでしょ。な、皆さんだってそういうふうに覚えていらっしゃる、そういうハンドルネームだと思ってますので、ご供養なさるときは、ご本名で呼ばれるっていうことも、とっても大切なことだっていうふうに思いますよ。外国人の方もいらっしゃるかもしれないですけどもね、薄ぼんやりとしてね、僕の場合はね、ご守護様になるぐらいになると、薄ぼんやりとしてピカーと光っちゃってるからね、それが外人さんだかどうかっていうのがね、伝わってこないですね。ご先祖様として疲れてる方っていうのは大概日本人の方は多いですね。途中で外国人の方とご結婚なされてるっていう方、今までなんかそう見たことないんだよな。おじいちゃん外人ですかっていう人に会ったことがないのは確かです。本当ですよ。へえ、高野山まで行くんですか。へえ、いいな。ご自分がね、心底ね、こう、信じられるもの、身を委ねられるものっていうのをお持ちになるっていうことが何よりだっていうふうに思いますよ。映画、四国、僕、勧めたでしょ？四国のね、さゆりのお母さんがね、お遍路さんを逆に回るんですけどね、各ね、関所でもってね、石を、小石を拾ってね、ふぅって、こう、自分の懐にしまうシーンがあるんですよ。お寺さんの石ですよ。それにでも願いを叶えば、その願いっていうものは溜まっていくっていう、それはあの人の場合は死者を生き返らせるための石ですけど、あそこのシーンもとっても大事なんです。お参りに行った神社の小石を拾って、ふっと息をかけるな。その神社、お寺さんの木をそこに吹き込んだものを大切になさって、それにすがるっていうことでも、とってもご利益がありますよっていう意味で、僕はよく配信の中でもって、お寺さんでもらった石でも何でもいいですよ。
そういうふうに伝えてるんですよ。結構ホラー映画の中にはエッセンスがたくさん詰まってますのでね、ベロベロマーの怖いところだけにね、こだわって見られないでね、ああいうこう、さまざまなね、いわゆる霊感のある人、霊能力の強い人たちから、コメントをいただいて作った映画っていうものには、いろんなものが込められてますのでね、さっき呪怨を見てつくづくそう思いましたよ。この人いっぱい聞いたんだろうなって。いっぱい聞いて、いっぱい聞いたものを全部集約したあの映画の中に入ってるから、前半の部分っていうか、中盤3分の2ぐらいまで、あ、いい映画だなっていうふうに見れるんだろうなと思いますね。YouTube の心霊映って、場合によってはなんかもらっちゃいますか？霊気塩風呂に入って人事、ああ、そうですか。もらっちゃうほど見ない方がいいと思いますよ、心霊動画。でもね、僕はね、思うんですけどね、99.99% 加工品だと思いますよ。映ってるものそのものズバリに関してはですよ。だってそこじゃないとこに映ってますもん。ここですって嘘つけっていうふうに、もうここにいるんだろうっていうの、なんでここにいるおかげに気がつかないでこっち行くかねっていうふうに僕には見えます。僕が見えるものと皆さんが見えるものと番組の制作者が見えるものが違うかもしれないですけども、せがれも同じようなこと言ってますよ。ここだよねっていうふうに言って、でもエンターテインメントとしてやってるんだから、それはそれで邪魔する必要ないんで、おーっていうふうに見てますけどもね。はい、お母さんこんばんは。小学校の孫、小学校の関係ですが、神社仏閣に行くと落ち着くと言ってました。へえ、孫さんね。おばあちゃんが霊感の強い人でしたので、怖がり系が力を受け継いでしまわないか心配なのですが、怖がりの孫が引き継いだ時には怖がりになくなってると思いますよ。怖いものじゃないですもん。お寺にある保育園で働いていて、赤ちゃんの部屋の窓を開けるとお墓があるんですが、子供たちは指を指してニコニコしてます。きっとお墓の人たちが赤ちゃんをあやしてくれてるんだと思います。これね、妖怪天国みたいにさ、パー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 ってやってるんですよ、きっとパー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 ってね、元気かーって、ガガガガガーってね、まだ出来たての子ですもん。そんぐらいピュアなんだと思いますよ。はい。